デッザ県の位置、デッザは、マラウイ中部州の県で、中心となる町はデッザである。この県の面積は、3624、警平方メートルで、人口は2008年の国勢調査時点で62万3789人で、ある。東部のゴロモチの断崖の風景。北西側がリロングウェイ、北側がサリマ、東側がマンゴチ、南東側がンチェウ。 南側がモザンビークのアンゴニア、マカンガの各県に囲まれている。大地交代の西側の段差にまたがるように位置しているため、東部の標高の低い地域と中部の高地では地理条件が大きく異なる。中部にあるデッザの町は標高1500メートルほどの高原で、マラウイでは暑い寒気と言われる10月前後でもそれほど暑くはない。一方で、東部のマラウイ 岸に面している一帯は標高500メートルほどのため厚い地域である。シーシットリフィドジー、ダイアンフベーリンチプ等の川が中西部から北に向かい、リンチプ川に合流し、マラウイ湖に流れている。主要な道路は国道1号線が北西南東方向に貫通し、東部ではマラウイ湖に沿って国道5号線が通っている。以前は、 両者を結ぶ道路の状況は良くなかったが、2006年までに S127 道路が改良されたため、容易に行き来ができるようになった。また、標高差数100メートルあるにもかかわらず、以前から断崖に作られた象形を通っての徒歩による行き来が多くある。マラウイのほとんどの地域と同様に農業が中心である。主食の名ズ等が自給用を主として生産されている。 主要な作物は次の通り、中部の山間部などで林業が行われている。また、各地の農村部での小規模な植林が推進されている。なお、チョンゴニには、マラウイ森林野生生物専門学校がある。マラウイこそいでは、漁業が行われている。本格的な観光の取り組みは、最近始まったばかりである。ムパラレ村の取り組みは、日本の支援によるものである。 127箇所ある現在までに確認された壁画の、うち、チェンチェレレナムゼゼムプンジの3箇所のサイトが一般に公開されている。ありがとうございます。